きまして、デクサス、600H さん。なんかよく聞きますね。たまにくれるね。この人も古いと思う。配信お疲れ様です。競争の肩が治りましたら、また小暮氏との小手橋勝負見たいです。小暮様に質問ですが、夏のゴルフとキャディの時の熱中症予防はどのようにされてますか？夏ゴルフの暑さ、湿度に対して固定、安定して回る秘訣はありますか？自分は今年の夏は7時スタートのスルーで回っていたので暑さに応えていなかったのですが、先週末9時スタートで回る、回りましたら、インもアウトも残り2ホールで暑さというか湿度に応えて、それまでのスコアが崩れてしまいました。今年は夏の、外現場がなくデスクワークに慣れすぎたのかもしれません。周りには年を取った証拠とも言われてました。現在45歳です。参考にしたいのでよろしくお願いします。夏のゴルフとキャディの時の熱中症予防、安定してゴルフを回る秘訣は、熱中症予防、今日の日傘。お前もうあれだもんね、ずっと多用するもんね。本当あれ本当にね、日傘あるのとないのと全然違うです。びっくりしたでしょ、僕の日傘さした時。どこだっけ、狭山かどんかでさ、大笑いか、大笑いでももう足がつったつったって言ってて、俺さあのラフ歩くのがしんどい。足が上がってないんですよ。小暮みたいにさ、そっち曲げてたら日陰歩いていけるんだけど、俺フェアウェイじゃん。まあ確かに日傘はびっくりしたでしょ。ちょっと気温が 2,3 度下がる感じだよね。そうですよ。グリーンで待ってる時とかも日傘でこう差してるだけで、まあ手はちょっとだるくなりますけど、そんなここまで重くないから。やっぱ日傘って表のこの辺どうだでしょうか。もう全部使っちゃってんだよ、冷凍庫どっかあるんですよ。それやっぱね、やばいと思ったら表の冷やすんですよ。昔はさ、男が日傘なんか差しやがってとかさ、そういうあった、あるじゃん。ありました。まあありましたっていうか、まあ、今でもそうなんだろうけど、はい、でも男子プロゴルファーで日傘差してやってるやついる？何人かいますよ。いるんだ。いますいます。ああ、いや昔はさ、帽子もかぶらずやってたからね。何なんすかあれ。僕今でももうもう、ジャンゴさんがケアで3連覇した頃なんか、倉本さんとか加瀬さんとか帽子かぶってないの？かぶってないの。ジャンボさんはでも夏対策で麦わら帽子麦わらかぶってた。かぶってたから。だからすごいっすね。でもさ、この間マキロイもさ、帽子4日間かぶってなかったじゃん。あれなんですか？だから髪の毛いっぱいあったら出してもらう。俺カーンって来ちゃうから、俺もすぐこう熱中症になっちゃうんですけど、直撃しちゃうから。全然平気だったね、マキロイなんかね。本当ですね。意外でもマキロイ伸ばしてなかったですよ、髪。いや伸ばしてないっつっても今日密集してるからですか、うん、あれなんじゃない。まあ確かにその熱中症対策っていうか暑さ対策には日傘と熱表の表のあの本当こう冷やすと全然違うんです。まあ首はね、要は血液が頭に行く血液がやっぱりもう熱い状態で入っていっちゃうと、やっぱり体になんか異常が起こるんだけど、やっぱり首ってすごい心臓から一番近い部分で送り出す部分があるから、やっぱりね、一番ここを冷やしてもすぐ温まるし、一番冷やして、要は冬の寒い時でも手冷たくなるじゃん、スキー場とか行って、はい、その時でも首っていうのは温度は変わらないの、はい、やっぱ血液が流れてるから、はい、太くて、はい、だからこうやってやるとすぐに手温まって、こっちが冷たくなるけど血液がどんどん送られてるから、温度は保たれる。だって根っこもあれ全然違うんだもん。僕は最近でも根っこも冷やすの、冬ここ温めて、ここ首。ああ、これ冬の話。これネックウォーマーの帽子にするタイプか。首ないタイプですよね。そうそうそう、やかましいよ。叫んじゃないよ。バラバラこと言うんじゃないよ。本当によ。ということで、氷のと日傘は対策になりますよってことでね。氷のと日傘、うん、あと前の日に飲みすぎない、これが41番。いや飲みすぎないっていうか、やっぱ睡眠だね。あ、そうか、そうか、そう、やっぱ睡眠がやっぱり熟睡できてないとやっぱ絶対つる、俺。試合とかの前でさ、緊張しちゃってさ、うわ明日決勝だ決勝だって言う時は大体つってる。大体後半の残り3ホールぐらいでつる。いやもっと早い。いやそんなことない。ハーブでつってる、ハーブ。
違う。だからあとはそれはさ、飯を食えなかったりとか、そういうのがあるから、うん、まあだから氷のと日傘は十分になるよね。あとまあ水分補給と塩分だね。塩分、本当スポーツドリンクですね。うん、まあ俺の場合は釣った時の打ち方もあるからなんとかなるんだけどそんなやついねえだろうな。いや、釣るっていうよりもちょっとこう力が入んなくなっちゃったりするんじゃないですか、熱中症出たから、脱水とかで。ああ、ちょっと気持ち悪くなる。いや、もうそうなったらダメでしょ。まあダメだから対策、ね、俺はだって足釣るだけじゃん、まあ、体力ありますからね。そうそう、だってコース行った時にさ、前お笑い決勝行った時さ、はい、競争ありますよって小胸ケアもらったじゃん。確かに、おじちゃんの、はいはい、あれも意外と効くしね、はい、ということで、まあ夏のゴルフは十分気をつけて。だから昼なんかバカみたいにさ、ジョッキ中ジョッキ2杯か3杯じゃ飲んだら本当に熱中症になるから、ね、うん、気をつけた方がいいよ。もうそんな飲まないですよ。お前酒飲むじゃん、する大丈夫。いや、こういう今のこの時期にそれはダメですよ。あれだろ、だって朝飲むだけだろ。朝飲んでもう帰る5時ぐらいにはもう酒抜けてるぐらいなんだろ。まあいいや、そういう感じで、気をつけながら日傘とあれを対応してやってくださいってことね。はい、続きまして六歩十二歩さん、いつも楽しみに見ています。261番です。はい、質問です。教祖が描いたターゲットの蝶々で思い出したのですが、以前小暮さんが練習時に打っていた蝶々というのはどうやって打つのでしょうか。アイアンの高めのフェードでゆっくりふわっと落下する球筋なのかなと想像しますが、打つ動画と解説があれば嬉しいです。おまけに強烈プリンゲルフックの動画解説もあれば、なお嬉しいです。プリンゲルフック6番アイアンでグリーン手前30ヤードから駆け上がってベタベンにつける教祖のミラクルショットはスイングが変わった今では再現不能でしょうか。打とうと思えばそれぐらい簡単でしょうか。球筋を操る楽しさを教えてください。あん時打ってたね、今日俺あれピンまで190だからね。それさ、グリーンキャリーしたら奥行っちゃうから手前のオーバーで転がしてそんなアイアンショットないから。いや、でも手前に何にもないんだよ。手前が花道なんだ。グリーンみたいなもんじゃん、花道。だからあれを駆け上がるアイアンショットがおかしいっつうの。いや、おかしくないよ。なんか6番のティーショットじゃないですかね。いや、僕の感覚ね、ティーショットのアイアンショットです、あれ。違う、ティーショットのアイアンショットじゃないよ、あれは。じゃあ、なんですか。だってあれはさ、6番アイアンでさ、190、はい、5ぐらいだったかな、ピン、はい、お前が5番で200ぐらい打ってるとき。でもだから、そベラベラベラでこうベラキカットでね、うん、ピンで、ピン手前だったじゃないですか、うん、俺の6番 の手前が20ヤードぐらいからカカカカンって OK バーディーね。いや、OK バーディーね、ビビってたから。いや、これだけカッパーカッパーそうあれ手動いてなかったからね。いや、そりゃそうだろう。入れたいときはやっぱこれのこの短い距離のカップ外しほど難しいもんはないからね、本当に。だからこれ62本さん、これ蝶々と要は球筋を操る楽しさを動画で解説しながら、いや、教えてくれってことだから、まあちょっと後でねやろうそれは。俺プリンゲルフックもう出るかな。いや、ウィンガシャンで、まあ、ウィンガシャンでクロス復活させれば。まあ出るか、いつでも出るな。でもその動画はマニアックすぎてそれこそ2000いかないんじゃない。いや、そんなことないでしょ。プリンゲルフックってさ、蝶々ビラビラとか言ってるんですよ。みんな基本的にはフックはコントロールできないから、フックとかドスライスっていうのは使えないと思ってるんだけど、フックもドスライスもコントロールできたらこんなに何、自分の宝になるものないからね。なんで言っちゃうんですか、いいこと言っちゃうんですか。だって例えばよ、200ヤード以上飛ばしたら、いや、クリークが流れてるとか、うん、池がある刻まなきゃいけないホールで、例えば200ヤード以内だったら、例えば8番アイアンでフックかましちゃって180だ190ぐらいが打てるわけじゃん。いや、まあそれは宮下さんの球ならね。だから俺の球イコールプリンゲルフックやんね。いや、だからそういう何、フックもドスライスもドフックもやっぱコントロールできたらやっぱりゴルフには使える球じゃん。だってゴルフってコントロールのスポーツじゃないですか。そうなんだ。そうなんだ。
だから林の中からさ、ジャムさんなんかすごい球を打ってさ、カーンってさ、90度カーンって曲げてグリーンエッジ持ってったとかさ、そういうのできるじゃん、うん、ってことはドスライスも必要な時に打てなきゃいけないってわけじゃん。そうですよ。で今のクラブじゃできないとか言う人いるじゃん、できづらいとか言うじゃん、ヘッドがでかすぎて。違う、ヘッドがでかすぎじゃなくてヘッドの弾きの問題、その球離れの問題。例えば今僕が使ってる CB の方はすごいやりやすい。それはでも俺のあれだよ、 M2 であの6番アイアンのこんな50ヤードのフックでオッケーパーで取ったんだよあれ。でもスライス打てないじゃん。いやそれは技術的だけの話じゃんだからあれは宮下さんのもうプリンゲルフック専用のもうちょうどいいやつなの。ちょっとアッパレフックできるってことはスライスの回転力もかけれるってことじゃん。いやジャンボさんにあのさ、要は俺の M2 みたいなさ、ステンのあれでもさ、ドスライスかけてくださいって言ったらかけるよ。いやそれジャンボさん別物だって。まあまあそりゃそうなんだけど、まあそりゃそうなんだけど、まあ、だからこのちょっとあの球筋を操る、まあ、だから小暮が蝶々打って俺がプリンゲルフック打つよ。だからあの要望とあれば8番アイアンで180打つっていうか180ヤードまで転がっていく8番アイアンは打つよ。いや M2 持ち出すけどでも本当あれですよね、球筋を操る練習しなくてスイングの形ばっか練習しますよね。まあだから、まあだから、まあそれが YouTube なんじゃないの、うん、だからまあ俺はさ、最近ちょっとやってんだけど、あのターゲット作るじゃん、はいはい、今日見てきた、見てない、見てない、もうあっち行ってないですあれがね、やっぱり一株アプローチするから昼休みに、はいはい、あの今日はね、あのターゲットに何かあるとさ、狙おうとするの、はい、修正として、はいはい、であそこに近づけたいとかっていう修正がある出てくれば来るほど、はい、もうコースでプラスになるんだよ。だから俺はもうアカデミー生たちのためにいろいろ猫の形作ったり今日は矢印だ、ね、矢印、どういう普通にこういう矢印ですか。そう、それと矢の矢だから右と左どういう矢印、まっすぐピン挟んじゃってるやつ、あピン突き抜けちゃってるやつ、あイメージだけすごいですからねピンを刺したらいいパーンってね。っていうことで今日はこの辺にしとこうかな、はい、まだちょっと質問あるけど了解です、うん、よし OK、 ちょっと9分音鳴らしてみてしようかな。いやまだ変えるんだからさ、さっきのさ キーやあれあるじゃないですか、うん、あれだね、ちょっと意外に終わっちゃってるな。何そのヒントお前最近トレーニングしてないよね。い昔は腹筋背筋やってたじゃん。なんかもう意味ないと思った。いやスイングよりもそっちやった方がいいんだよお前は。その方がゴルフ上手くなるよ。十何回かやったら汗がすっごいボワーって浮いてしまうからもうすぐ汗やって着替えよ着替えよってなる。もう女子かお前は。